日本に遊びに来たい人たちも、香港で暮らす日本人も、みんな気になる今日本はどうなってるの。イベント満載の冬、ゲイの日本大捜査、ウィンターバケーション in Japan。 今週は香港から約3時間半、関西国際空港、そこから和歌山県を回って三重県へ。お願いします。大きな声で、せーの、バーン。あー、大丈夫、やってきました。はい、ありがとう。マヌキネコ、初めて見る、こんな大きいの。縁起がいいよ、お金儲かるよ。マジで、うん。わー、時間ないよ、あと8分。わー、もうあと8分しかない。どうする、急がないと。じゃあジェットコースター乗ろうか。もちろん。これは世界最大級の木製ジェットコースターです。ごめんください。うわ、うわ、なんじゃこれ。どっから出た、もしかして忍者。忍者。日本最大のこの半島には多種多様な魅力が満載。ジャパナビ紀伊半島アドベンチャー、和歌山三重大発見第16章。絶叫に次ぐ絶叫、三重県長島町。先週は日本の聖地伊勢で伝統的な日本の文化、風景、そしてティータイム、お買い物を満喫。今週まずは津市の日の谷温泉で一泊。木々に囲まれた大自然の中、広々とした心地よいロビーがお出迎え。夕食はお刺身、カニ、伊勢海老、豪快な海の幸を満喫。温泉で旅の疲れを癒した翌朝、桑名市長島町へ移動。超大型テーマパークへ到着です。到着しました。なんか広い場所ですね、ここ。はい、長島スパランド、超有名。そんなでかい、有名なの。はい、すごい有名。ちょっと普通の遊園地じゃないの。普通の遊園地じゃないよ。まず遊園地も有名、うん、温泉もある、スパもある、そして広いお花畑、いや、フラワーパークもある。じゃあ遊園地じゃないや、うん、天国だよ。そうだよ、総合リゾートでございます。じゃあ、うん、ここでね、ゆっくりしたいな、はい、3泊2泊。普通はね、うん、したいけれども、ジャパナビはそんな楽な仕事じゃないよ。また言うよ。私たちに与えられた時間は何時間。10分。ブーン。10分よ。10分。10分でどうする。早く行けないと。ワンナーワンナーワンナー、ゴー。春夏秋は咲き誇る花々、冬は幻想的なイルミネーションで一年中彩られる菜花の里。190店舗のショップが並ぶアウトレット、日本最大級の大自然露天風呂施設、ホテルも完備。こちらは楽しさがぎっしり詰まった滞在型エンターテインメント施設。広大な施設の目玉はこの絶叫マシンのパラダイスです。おいでや、オーバーやろ。わー、はい、ないよ、あと8分。わー、もうあと8分しかない。どうする、急がないと。じゃあジェットコースター乗ろうか。もちろん。ここで一番有名なこちらのジェットコースターでございます。これ、はい、あれ、リュウチャオじゃん。まあ、いやー、1994年にできました。もっと早いんだ。ああ、そうか。これは世界最大級の木製ジェットコースターです。え、木製。はい。お金足りないの。あではない、芸術ですよ。美しいでしょ。あ、じゃあ芸術のジェットコースター乗ろうか。乗りましょう。 GO。 全長1700メートル、最高速度時速102キロ、木製ならではの振動とスリル、ホワイトサイクロン。オーケーな、マミー。大丈夫よ、マミー。オーケーな。マミーは香港だよ。しょうがない、迎えに来れない。なんかこれゆるゆるなんだけど。マジで。私どうして、え、今なんかぐちゃぐちゃ。冗談じゃねえ。私ぐちゃぐちゃになってる。冗談じゃねえ。あ、ありがとうございます。あ、出発する。おし、出発ですね。行ってきます。はい、行ってきます。あー、これが三重の大名物のホワイトサイクロンです。爆石旋風。うん、名前かっこいいね。かっけー。 あ、ガタガタ言うよ。静かじゃないよ、火の音がする。わー、あ、あ、はい、いいよ、どんどん合わせよう。これも冗談じゃないよ。これ冗談じゃないよ、これ。あ、綺麗。右、右。本当だ、綺麗。うん、あー、ほらやな。ほらやー。わー、ごめん。鳥の巣の上だよ。うん、そうだね。北京の鳥の巣みたい。リオちゃん、鳥の巣をさ、こうすればよかったのにね。そうだね。ジェットコースターだよ。
わあ、なんか不思議な世界だね。なんか面白い。ここだいいよ。わあ、海見ながらこういうことやって、でなんかこの木の鳥の巣みたいなの見ながら、うん、わ、全部見える、遊園地全部見える、後ろ。わあ、いい音も壊すよ。わあ、かっこいい。うわ、かっこいい。わあ、行くよ、出発するよ。何のこの Q ブレーキ、やばいっす。ファンタスティック。何のこのブレーキ、この Q ブレーキ、白い世界だったね。今何も見えない。真っ白い。真っ白。さすがホワイトサイクル。白い竜巻。爆石ちょっと頭痛。なんか言葉壊れちゃう。あれ、僕の心情は、あれ、落としちゃった。今なんかこう結構おばさんの、ね、おばさんの、ね、わあ、僕の心情もうわからない。でも幻想的だった。ファンタスティック、真っ白の世界が、真っ白の新聞だよ。もうすごいよ、こんな、あ、こんな感じ。あ、もうどこ行けばいいの。楽しかったね。あ、아아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 아違うよ、なんか工事現場の人みたい。なんでだよ、龍だよ、龍、かっこいい。三重県の龍ですよ。資料によると、誰が、世界最長のジェットコースターでございます。2010年段階では世界ナンバーワン。長さどれぐらい長いかというと、全長2479メートル、210秒間の絶叫感で君の勇気を試してみよう。あれ、ジェムは、ジェム何やってる、何やってんの、何隠れてんの。怖い。怖くないんだ。はい、行きますよ。こんなとこ隠れてないで。はあ、はい、行きますよ。行きますよ。はな。全長2479メートル。最高速度時速153キロ。観覧車よりも高い最頂点97メートルから一気に落下するスリル。大空を疾走する真っ赤な竜。スチールドラゴン2000。こんけーなー。すげえなぁ。お前さん、お前さんは、お前さんは、はい、セーフティーバーをセットし、あれ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 、自動じゃないの。あ、自動だ。いじっちゃダメなんだ。お、出るよ。ポーロン出発。出発。出発！ソーラン出発！イエーイ！わあ、マミー！
身長どこ行っちゃった、うん、あれ俺の身長は楽しかった。もう一回乗りたい。 あれあーもう帰ってきちゃった。残念だね。写真が欲しい欲しい。ここでも買える。うん、写真お願いします。メールは配信できる。えメールもできるんだ、すごいね。え、すいません、初めて見た。メールでも大丈夫ですか。小さいね、携帯メールだ。あ、携帯メール小さいで見せるね。うん、うん、まあでもあなたは有人だからね。これ出して。うん、私欲しい。すみません、これ一両目のカメラマンの分もお願いします。僕の分は私の分とカメラマンの分をお願いします。はいはい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとカメラ見せようよ。はい、はい、これリエさんの。これはジムと私。本当僕笑ってる。泣いてるよ。本当だ。リエさん、リエさんもう泣いてるみたいな。これ誰こいつ。これラオスやん。これカメラマンです。カメラマンはね、目をつぶれて通ることある。もう怖かった。すごいね。ここ私映ってる。 あここに、あここにもある。ここにもあるよ。記念だ。おお、もうジャパナミ制覇だね。イエーイ、三重県制覇。今何分、あと何分。あのね、あと15秒で私たち10分間で全部遊びましたね。あーすごいね。じゃあ花火でも全部ではない。ああ本当はこんなに広いよ。まだまだ見るところはいっぱいあって、ホテルもたくさんあるし、温泉もあるし、遊園地もあって、でかいんだ。プールもあるよ。じゃあ私たち10分でおかしいやん。おかしい。でもでもこの2つは必ず乗らなくてはいけないものですよ。そうだね、うん、これ精一杯ね。精一杯、もう10分精一杯。紹介したい。そう、これを見てみんなが来たいと思って、ジャパナビはそれで大満足ですよ。満足しましたか。はい、今すごい優等生だね。うん、うん、次行きましょうか。行きましょう。ザオザオ、あああ、もっと遊びたかった。来週は、おお、はい、なにや、なにや、すごい早い。おお、出た。どうですか。やってみてください。え、面白い。うん、シハ普通だよ。撃たれる、撃たれてる。もう紀伊半島アドベンチャー、和歌山三重大発見、来週もお見逃しなく。ドーン。